あ、美佐々木さんが、なんでそんなに落ち着いてられんだよ。何が、ひなも女の子だから、そういうこともあるんじゃないか。なんかあんの、またひなちゃん関連。今ちょうどお店から出てきてたけど。なんだ、ちょっと待って。美佐々木さんの服装さ、青少年の育成によくなくない？目の前じゃん。ありとあらゆるものが。あ、腹部が。え、それは気になるわ。ジュリアン君、心中穏やかじゃないだろ、これ。急に楽しみ。泣きそうになってんじゃん。ジュリアン君。もう、ガン泣きじゃん。もう泣くぞ。やきもち。超やきもちじゃん。気になんねえのか？こんなこと、うん？ひなちゃんに関してとんでもないし、なんか勘を働かすな。どこ行くんだ？気になる人のところ。この街の中だったら、もうあれだろうな。矢のごとく駆け抜けるだろうな。ついて行ってみる。ついていくな。テリアさんのね、さっきなんかそんなこともあるでしょって言って、なんか静観のスタイルだったのに、ついていくことに関しては別に何も言わないんだ。三人連れ立っていくの。お母さん興味津々じゃん。ミササギさん？なんでこの顔グラフィック合ってなくない？全然ニコニコしないけど。まさかパルモさんを？一方、その頃にね。そっから？これ、宮崎さんに地味に見られたらやばいもんだったらどうするんだ、これ。店内の会話がよく聞こえませんね。店に入ってみよう。すごい技術だな、それ。そうしよう。いや、やめた方がにしよっか。どうしようかな。気になる気もするけど。いや、ジュリアン君のこと思って、ここはやめた方がにしよう。子供じゃ帰れないよ。行こう。アリス君。ダメか。ご利用された。じゃあ、なんで聞いた？楽しくなってきました。何があったんだろう。ミササギさんの心変わり具合が半端ない。興味津々じゃん。娘の事情に。どうやって入った？なぜ2階に？ 2 階じゃねえよ。これ1階。え？これ2階だよな。だ、俺、ここの地理把握してねえ。なんだろう。ひなは大好き。何が？とんでもない聴力だぜ。まあ、あの子ったら。てか、ミササギさん聞こえねえの？その耳飾りか？そうだろ。俺だってひなのことだ。やめろ。やばい。ジュニアン君の脳が破壊されてる。やめてあげろ。追い打ちをかけるな。お、すげえ。いった、ジュリアン。やめろ、三角関係にもつれ込むな。アリス君とママまで。驚きアメージングってなんかすごい面白い単語出してきたな。パルモさんのことがその好きなのか。え？そんな生きな、ほんとだよ。あらあら。どういうこと？何が？どうなんだよ、ひな。もう、何か勘違い。すげえ、すぐ止めてくれる。優しい。さすがパルモさん。めっちゃ大人。ここの大人役マジ好き。俺のことだよ。勘違いを発展させない。偉い。お菓子のお城？何作ってんだ？そらニコニコなりますわ。パルモさん器用すぎない？またエルシェさんが働かされてる。このお菓子の声大好きなんだ。結構作ってもらってんだ、これ。このお城のことは、そうか。よかった、勘違いだったぜ。ジュリアン君。見に来てる。あ、え？
食べれるわけじゃないんだよ。え、いや食べれるだろ。エルシェさん働かされたんだもん。食べれなきゃおかしいってこと。ジュリアンが心配。言うな。ミサザキさん言わない。ミサザキさんが親代わりじゃん。アイラブの予感でしょうか。違う。言うんじゃない。勘違いだったから俺も帰るよ。安心して帰っていった。いいもの見られて楽しかったですわ。野じ馬精神、出馬亀精神じゃん。子供の恋路を見て楽しんでる。じゃあ僕も、またね。え？え、何これ？ちょっと？え、ちょっと、ジュリアン君の脳みそがまた破壊されそうな話題が。ちょっとやばい、3。ひなちゃん明らかにこっちが。くそ。ま、いっか、じゃねえ。や、嘘でしょ。あ、ジュリアンくん、あ。見守んなきゃ。この行く末俺は見守っているぞ。すげえ、めちゃくちゃ楽しそうなイベント起きちゃった。なんかまたありとあらゆるイベントが始まってる。あ、こういうことか。わかったぞ。わかったぞ。ああ、なるほどね。あの時一番最初にマーティンから言ったからこうなったんだ。男ばっか見てるからさ、プリシア見ようぜ。ひなちゃんないんだな。これ恋愛対象だけか。プリシア見ようぜ。メインヒロインから行こう。メインヒロインだよな。何してんの？なんか初日もなんか出ようとしてたよな。困ったなぁ。あ、だからこれ外に出ようっつって誘えなかったんだ、プリシラ。あ、お姉ちゃん外行けるんだ。あ、ん？あ、違う、お姉ちゃんがだるくて、行ってきてって言われたの。キノコ、うちの、あの、シードの所長の裏、あんな、裏に生えてるんだけど、いる？ 4 つぐらいあるよ。うん、めっちゃいい人。着いたぞ。めっちゃキノコあるやん。寄り添ってる。お、無事に回収できた。いや、マジそのぐらいだったら俺の家の裏の庭にあったよ。こんな近くに。大丈夫じゃないんだよな。あ、本当に出れないんだね。へえー。めちゃくちゃでかい爆音とかに助けられて、襲われそう。お姉ちゃんが助けに来たんだよ。一人で旅行にも行けるように。旅行行けねえの？一人で。街の外側出ようとすると不便すぎねえ。マジか。とんでもないトラウマ植え付けられてるじゃん。もう帰ってきた。自動で帰ってきてくれるのはありがたいの。もう去っていった。おお、誰かに聞いてみるね。勇気のある人？誰だ？え、誰？心当たりがないわ、勇気ある人に。あ、イベントやってる。
何事です？何事？人が増えてる。え？お、さっきテリーさんいたけど。関係ない、もしかして。関係ないわ。あ、広いんだ。可愛い子が来た。無口だ。では、この人が例の。ただ喋れなかっただけだった。やった、期待の新人やて。期待の新星。ま、ここまで新人ばっかじゃねえか。スカーレット。あんまり赤くないな。目ぐらいだな。失礼です。そのつもりはありません。どうして？ちょうど今、リビア所長と話をしていたところです。首か？私は、あなたのシード入りを認めない。敵対した。しかもシード入りっていうの、これ。本当だよ。あ、そうなの？え、そうなの？なんか外でサボってるやついるけど。まあ、それはそう。記憶喪失だしな。すみません。やめろ、メンタル弱いんだぞ、アレス君は。気を使え。そうだぞ。リビア所長直々だぞ。ですが。あ、お手伝い別にいいんだ。だから別に、プリシラとかルーシーに言ってるわけじゃないんだな。もう盛大になったな。気の毒な境遇。なんだこれ、上司か？能力のないものシードは伝わらない。指名手配使いましたよ、指名手配犯。え？いや、それは角が立ちませんか、リビアさん。ちょっと。いや、A じゃないわ。角が立つ。それは知らん。やめろ。荒波を立てるな。平穏に、アレス君は記憶を取り戻したいだけなんだ。いいでしょう。睨まれとる。リビア所長大好きじゃん。よし。よしじゃないが。譲りません。エリートの鼻っ柱にしようって。最悪だよ。性格悪。あ、はいじゃねえ。お前もはいじゃねえ。いやでも、譲りませんっつったし、まあそうか。本部から持ち帰った任務。何があるの？あれとか、正式。なんか確かに服の色違うな。場所が違うのかもしれない。ルーン消失事件。大事が乱れて、人が乱れるか。同じこと言ってる。あれ、スカーレット、じゃあ、あと一人ここにいるって言ってたけど、この人じゃないのか。あ、そういうことね。リクバー所が担当するのかってことか。だからこの人本部になんか、急に集められて、なんやなんやってやってたら、ルーンがなくなっとるんやっていう感じか。特殊な場所。湖が干上がるってやばいな。お、またモンスターが凶暴化しておられるか。なるほど。なるほど。アレスクも。あんた寝ていてくださって結構です。まあ、とりあえず見に行くぐらいの気持ちだな。では、勝負です。はい。やばそう、ここ。てか、ここさ、強えんだよな。え、俺今ここに行けるだけのレベルあるってこと？もしかして。いや、ねえよな。こないださ、ここに行ったらボッコボコにされたんだけど。まあ、いっか。もう、誰もいねえ。テリーさん。
彼女はどうだったんです。ああ、スパルさんね。人ホラーありそうだと思う。あったよ。今見てたろ、この部屋いたぞ。この椅子から座って見てたろ。見せてやる。もう行ったんかな。お、スカーレットお帰り記念に温泉無料開放。変なことしないでくださいって怒られちまいそう。ちょっと待って待って、危ない危ない。今どっか去ろうとしたろ、お前。おいおいもう風呂入りたいんですけど、ここ風呂全然入れねえ。もう休憩しないでくれ。わ、無料開放じゃねえよ。街の様子聞こう。おい。今一度忙しい。お前飯食ってたろ、今。僕も手伝いますよ。ズンズンしてる。一緒に見舞いさせてください。変わりなさそうですけどね。いいですか？蜂がすすくりを始めて。もう、セシル君と同レベルだよ。なんだこれは。本当だじゃねえ。まったく。はい。ボンドの数と一緒じゃん。厳しい。はあ、ここを抜け毛を踏んでいます。これうちのじゃね？このモコモコうちのじゃね？よし、着いたぞ。お岩火山。ここが溶岩洞か。熱そう、ここ。うわぁ。溶岩消えたか。溶岩じゃねえ。あれやばいな。当たったらダメージ食うやつだろ。おぉ。いっぱい岩があるけど、今に多分岩砕くと多分体力がなくなるんだよな。探索を優先しよう。お、ウォーターレーザー。あんま撃ちたくねえんだよな。奥義だって。だよし、かっこいい。ちょっと、これ、これか。あ、嘘、水じゃん、グリームって。あぶね。おーかっこいい、これ。うるせえな。もう、こんなの装備ばっか。まあ、せっかくだし、ボス戦もしていくか。ちょっときついけど。本当だよ。何してんの？え、何あれ？さて、ここではどの程度いただけるかネット。うお、怪しそう。あらよ。わ、なんか復活の儀してる。は？え？何してんだこれ。こんなもんか。こんなもんでどういうこと。あ、これ置いたら出るってこと。え、何してんの。これなら、あ、ちょうど火が出てたわけね。そんな状況ある。動くな。
全く同じタイミングで同じところだろ。気づけ。シートだ。あなたをルーン消失事件の現行犯で逮捕します。警察だーみたいなノリだな。捕まってたまるかよ。状況判断が早い。え、なんでそこ通ろうとしたの。スカーレットさん、何見てんだお前は。私のことよりも犯人を。何する気だ。うわ、卵だ。モンスターボールじゃん。あー、このモヤは、うおー出てきた。なんこれ、ケサルホタル、コアトル。金の持ってる蛇だし。なん、え、ちょ、スカーレット何にダメージ受けたの。行くぞ。あいつボロボロだけど。スカーレットさん、あぶね、急に来たな。あ、カップラ、バジリスクみたいな。こんなの強くない。あったわ、折り押したわ。双剣強えな。動くな。捕獲してる。てか、その右手ぐるぐる回すのみんなそうなんだ。波上がって。おお、捕まえた。え、あれ何、どうすんの。捕まえた。二人ともぐるぐるしてる。何しんのこれ。え、やばくないこれ。これ竜の頭もしかして。え、嘘、やばいやばい、なんかやばいの夢がいったね、これ。おい、邪竜みたいな夢がいったんだか。おお、え、やば。破壊の化身みたいな夢がいった。そうか。お前、アースマイトだ。あ、じゃあこれいい竜か。え、いや、それは。速攻速攻逃げた。おい待て、コネクトから離すな。笑わずにいられるかよ。いけよ。シートばかり予定が早まったが、一等難しいと思ってた仕事が片付いたんだからな。思いのか計画通りに行ってしまったんだよ。はよローにぶち込めこいつ。行きたいことは山ほどあるぞ。なんかこれ捕まってる。ちょっとコネクトやめてない。なんで。スカーレットさん、なんで。え、どうしよう。あ、めっちゃ便利この子。いいところに来てくれるわ。困ってそうな気配を見てファームドラゴンがまた来てくれたわ。パトカー感覚。ありがとう。いい子。助かわーくまい。アースマイト。なるほどね。え、これ何？敵だろこれ。目的なんだ。軽い衰弱、それに記憶の混濁が見られる。なんで精神合意受けたか竜から。けど外傷はほとんどないし、しばらく安静にすれば回復するだろう。なんでこの子はちゃんと呼吸してるんだ胸で。よかった。
また思わず竜も増えたしな。万事解決だな。そうね。はーい。はい。23時じゃねえ。え、ここあ、ここあ、そうなんだ。ちっちゃ。あれでもか。あ、やべえ。ちょ、24時過ぎるわ。ちょっと待って、寝なきゃ。寝てましたよ。はい。らしいっすよ。記憶が混濁っていうのが本当にわけわかんねえんだよな。なんでなんだろうな。はい。ルーンを吸い取る魔法陣、先に魔法陣があったんだよな。やば。状況判断の速さが半端じゃないの、お前。推測の速さまですごい。そうなってくると、じゃあアレス君はどれだけ長い時間触れてたんだって話になるな。よし。何があった？いや、連行してきましたよね。闇色の竜。あ、やっぱ悪しき竜じゃん。せやな。光合う運命。デュエリストみたいに言うな。スタンド使いとか。おい、野放しにするな。おいおい。おい。お断りだね。口を割らせたきゃ、シードの偉いさんでも連れてきな。いや、多分いるんだよね。そう。名前くらいなら教えてやるぜ。わしの名はオズワルド。お前結構ボイス持ってんな。てか、ん？これめぐれ警備じゃね？気のせいか。あ、所長は偉い人にならないんだ。あ、そうなんだ。結構偉いと思うけどな。いや、どうなんだ。地方の所長か。本場がこのように生ぬるくなる。結構余裕だな。どうするつもりだったんだ、お前。何もできないのかじゃねえよ。ひざむき加減で。大手柄なんだ。誰にはばかることもない、シールタン。引き分けです。ああ、目の前で言うな。勝負のことなんて今どうでもいいです。成人。そうだな。わかった。はい。おそ、どこやって教わる？お。目覚ましたんじゃないか、次の日に。スカーレットさん。おはようございます。早っ。もう、出歩いて大丈夫なんだ、本当に。はい。おかげさまで。その。塩らしくなってる。気まずい。せやな。昨日まであんなにツンツンしてるのに、こんなに塩らしくなって気まずいな。勝負のこと。はい、日焼けですよね。怖い顔してる。焼けの場合どうなるの？悲しい。あなたは優しい人ですね。攻略してる、アレス君が。はあ。そうなんかな。ここに優しさあるか。すげえ、アレス君が。あ、勝ってる。笑った。いいやめろ、攻略するな。はい、笑ってます。ありがとうございます。何が？これからは同僚として。よろしくお願いします的な意味か。共に切磋琢磨していきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、え、何してんの？え、何してんのこれ？ジグソーパズルだ。これ時間置きでやったら、これ、裏の乗り付けできないだろ。なあ。めっちゃハートつくやん。あの、ホールドは使いこなせてますか？使いこなしてましたね、スカーレットさん。いやな。見せましょうか、僕のホールド。うおー。行く
てか待って、お前、え、ホールド左手使ってなかったか？どっちでもいいの？そうなんだ。